急ですね、プロ。これ転んだりやっぱりしますか、プロでも。いや、はい。大丈夫ですか。人体を気をつけてください。あ、そうですね、ありがとうございます。さすがプロ、このロケ強行してますからね。あ、痛い。あ、痛い。大丈夫です、大丈夫です。あ、やっぱり湿ってますね、これ。はい、もね。プロ、お願いしますよ。お父さん。そうそう。あ、はいはい。あ、徐々に徐々に近づいていくと、あ、大きいですね、やはり。やっぱ近くで見ると。これはビルの何階建てぐらいになるんですか、プロ。これはあれですね。何階？これは4階ですか。あ、4階ですか。すごいですよね。あ、そうですか。やっぱり4階建てっていうとこれぐらいの高さ。さすがプロよく知ってますね、4階建てっていうのは。先ほども聞いたような気もしますけど、明日もかなり湿って、あ、だいぶ湿ってますね、これ。あ、お子さんもね、これ。プロの子供ですか？彼氏とは付き合ってどれくらいなんですか、プロ？7ヶ月。あ、7ヶ月。あ、そろそろ別れる時期ですね。ねえ、なかなか不幸なことになってしまいそうな。あ、やれてますね、随分ベテランな感じの鳥居ですよ。これは、いつぐらいに建てられたものでしたか？しょっちゅう建て替えてますよ。あ、しょっちゅう建て替えてる。じゃあありがたみないですね。建て替えてるかわかんない。建て替えてるようには見えませんね、でもプロ。建て替えてますよ、この間。あ、そうなんですか？あららら。多分 あれ落書きしてる人とかいるんですか？いませんね、さすがに。国宝ですよね。世界遺産です。世界遺産ですから。え？なんかみんなやってますよ、でも。何やってるんですか？プロ。何やってるんですか？お金をあの富士壺の中に紛れ込ませてます、ね。それを取ってるんですね。悪いやつですね、みんな。あ、子供までにいますよ。初めて見たから。プロ、あ、踏んじゃった、ごめんなさい、ごめんなさい。最近はそういう風習があるみたいです。そうなんですか。何これ。プロも知らなかった。プロも見た。プロ知らない、はい、あれ、え、こういうのが今流行りなんですね。ですね。いやいや、プロも今日初めて知ったんでしょ。あ、小銭が多いですね、やっぱり。1円とか。あ、本当だ、古いですよ、これ。あ、でもここ水がこれとか置いてあるだけですよね。あら、こんなとこお金入れてる。ほらほら。ほら。あら、みんな入ってる。ね、お母さん。何かお願いしたんやな。そうなんです。そういうやつなんですよ。ううお母さん、お元気でね。いいですね。あ、そうなんですよ。5円とか1円がやっぱ多いですね。あるからだ。そうだ、さすが。そうですね。ありがとうございます、お母さん。じゃあ失礼します。どうですか、プロ、ベテランの。やっぱお母さんの方がプロでしたね。プロでしたね。あ、ここに川があるのは、これは川ですか、それとも下水ですか、プロ。海です。あ、 海ですね。海の水がこう来てこうやってるんですね。向こうからこう来てこう来てこう行ってるんですね、プロ。これ僕これ下がってきちゃってるんですけど大丈夫ですかね、この。最近痩せちゃって。どうですか。あ、すごいですね、色を塗り替えてるんじゃないの、これ。そうですね。ね、綺麗な色で。この色が出せないんだよね。そうでしょ。やってるんです。いやいや、ギターのほら色でこんな色出せないから。うん、こういう色のギターはないですよ、だから。あ、空の青とね、大鳥居のこの風情が。あ、そこに美女がまた一人ここにね。さすがプロ。いや、いいです、いいです、これは。はい、そうですか。これみんな入っちゃってますけど、水はこれそういうもんなんですね、みんな向こうに行こうと思ったら。あ、そうですね、なるほど。実に迫力ある。はい、じゃあもうカメラはしっかりと舐めたんで、じっくり観察しましょうかね。